スピーチの際に SM57 を使用するバラク・オバマ大統領。1965年の発売以来、歴代のアメリカ合衆国大統領に用いられてきた。SM57 は、手話が販売するダイナミック型マイクロフォン。ボーカルやスピーチ、楽器のステージ PA、レコーディングなどに用いられる。1965年を発売開始。ステージでのボーカルのほか、 ドラムスなどのパーカッション、ギターや、ベースギター用、アンプ、金管楽器、木管楽器、スピーチの収音に適した音響特性、丈夫さ、コストパフォーマンスの良さから、数多くのステージで多用されている、PA 技術者にとって、デファクトスタンダードとなっているマイクロフォン。SM58 は、姉妹機種で、構造やボディの形状、特性がよく似ているが、 ウィンドスクリーンのないストレートな形状とそれによるキャラクターの違いによりボーカル専門に使われることの多い SM58 に対して多用途に使用される。ボーカリストの口元など小さな音源にマイクロフォンを近づけると低音域のレベルが上昇する近接効果に配慮し 200Hz 以下の音域の感度を落とすロールオフ調整がされておりステージでのボーカル集音 覚醒に最適な特性を持つ。指向性は単一指向性になっているが、特にステージでの利用に合わせ、ハウリングの原因となる横方向からの不要な音が入りにくいように調整されている。周波数特性には 6kHz と 8.5kHz に高音のピークがある。ラフな扱いに耐える頑丈さと安価なこともステージ関係者に支持される理由になっている。現在、 日本での正規輸入代理店は、日々の株式会社が担当している。その多次化輸入品が楽器店、機材販売会社によって販売されている。手話 SM57& ベータ 57, 57ダイナミック型マイクロフォン、ありがとうございます。